はい。今日はグローバル企業プロデューサーでいらっしゃるナタリーさんことナオコライリーさんにお話を伺います。ナタリーさん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では、はじめに自己紹介から少しお願いできますか はい、はい、ありがとうございます。えー、私はですね。オーストラリアのゴールドコースト在住でえー、オンラインでですね。世界中にいらっしゃる女性の起業をえー、お手伝いしている企業カレッジというものをえー、運営させていただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、あの海外からということで楽しみにしておりました。<laughs> ありがとうございます。<laughs> はい、ではですね。ナタリーさん早速なんですが、どのような夢やビジョンをお持ちですか？ はい、えー。私はですね、あの世界中の女性のまああのー、社会的な立場を上げていきたい。そして、まあそういった社会現象を起こしていきたいなっていうのが最終的なビジョンというか、夢になります。はい社会現象を起こしていきたいとおっしゃったんですが、どんな社会現象をのイメージを、はい、あ、えー、ありがとうございます。やっぱりですね、あの特に今日本の女性 ですねであのせっかく仕事まで、あね、やっていてもあの結婚があったり子育てがあったりで1回辞めてしまうとなかなか復帰が難しかったりとかっていうことでなかなか女性ってあの社会復帰が難しかったりキャリア形成が難しかったりっていうことがあるかと思うんですけれども、はい、そういったことを今、まあ、オンラインで起業できるという素晴らしい時代になっているので。 こういった方のチャンスを広げていって、そういった方をどんどん増やしていって、で、最終的には、社会的にこう女性の地位が上がるっていうような、そういったところをね、あの、最終的な夢にさせていただいてます。ありがとうございます。特に日本の女性からということなんですが、まあ、世界に、社会に、世の中にとおっしゃっていらっしゃるので、社会全体、世界全体の女性のその地位を上げていきたいというのが、 夢でででるんすすねねそうですね、まあ、私がねあの、まあ、今、オーストラリアに在住しているんですけれども、まあ、以前にフランスに在住していたこともあって、やっぱりこのフランスって特に女性の地位がすごく高くて、あのー、政治家だったりとか、あとはその、えー、と会社の役員だったりとか、あの社長クラスの方とかでも、女性がすごくたくさんいらっしゃるんですね。 やっぱり日本を見てみると、なかなかそういったのところって、やっぱり男性が占めてる割合がとても大きいなっていうふうに、海外から見ていて感じることがありまして、はい、でそういったことを、なんか女性ってもっともっとフランスだったり、オーストラリアで活躍してますよっていうようなこう情報とか価値観みたいなものを日本の女性の方、まあ、日本全体に届けていけたらいいなと思ってますありがとうございます。すすすごいいい明るいででねね、はい、希望は <laughs> <laughs> で,ではですね、そんなあの大きな世界をめがけての夢、貢献をしたいというですね、あのビジョンをお持ちなんですが、それをユニー化するために、はい、どんな目標や計画を立てていらっしゃいますか はい、ありがとうございます。今ですね、私がオンラインで企業カレッジというものを、あの、させていただいているんですけれども、あの、グローバル、えー、女性企業カレッジという名前で、あの、させていただいているんですが、まあ、そこにたくさんいろんな方が来ていただいて、皆さんどんどんね、初めは何がしたかったか、えー なんかこう自分で何ができるんだろうというようなところ本当にゼロからスタートしてでそこから自分の価値を見つけ出してでも皆さんキラキラされてで次にこのまあ、収入に変えていくっていうところですよね起業して収入に変えていくっていうところまで、はい、あの行っていただいている方もたくさんいらっしゃるんですねでそれとそういったことでこう仲間をねどんどん増やしていきたいっていうようなこう私が一人一人でこう叫んでいてもなかなかこう現実 実現しないようなことがどんどん仲間が増えていけば、いろんなこう共感いただける方、仲間が増えていけば、あのー、だんだんと共感す,する方が増えていくんじゃないかなと思っているのが1つと、はい、あとはですねあの、ちょっと先日、もう本当、ちょうど終わったところなんですけれども、オンライン上で女性が世界を変えていくサミット2023というものを、えー、プロデュースと主催させていただいておりまして、まあ、ここでですね本当に12人のいろんな えー、才能のの女性の方が出てていらっっしゃって本当にさまざまな価値を提供されてたんですけれども、まあ、そういったものを見ていただいてですねあなんかすごい知らなかった分野だったりとか、うん、あの気づきがあったりとか学びがありましたっていうのを声もたくさんいただいてまして、うんまあ、そういったこうちょっとした価値観の変革だ,とだったりとか気づきっていうものを皆さんにぜひお届けできたらなっていうところも計画として考えております。 あのそういう女性起業家を目指す女性たちをコミュニティということでワンチームにしてそして気づきのプレゼントし合うというのもあの、うん、大きな活動の一つとされてらっしゃるんですね。そそうででですねやっぱりあののの何何もも知らないと何もできまませんので、うん、まずその 知らないことを知っていただいたりとか、あ、なんか面白いなとか、まあ、そういったぐらいのことからスタートで全然いいと思いますんで、なんか今までのその自分がこう毎日こう暮らしている中の現状の枠からちょっと出てもらって、なんか新しいこととか気づきを持ってもらえたらいいなと思っているっていう感じですね。うん、ありがとうございます。はい。 じゃあですねそうやってちょっとコミュニティとかですね仲間というところを使って、まあ、気づきのプレゼントをし合ってとっていうところを、まあ、目標でされていらっしゃるんですが、はい、その目標や計画に対して現在どのような活動指針を持ってどのような基本活動をしていらっしゃるんですかはいありがとうございます。これはですねちょっと先ほどもあのー お,お伝えしたんですけれども、オンライン上で女性の企業のスタートアップを応援しているっていうことが、まあ、一番大きな主軸になるんですけれども、はい、あの本当に私ですね、フランスにいたときとか、まあ、オーストラリアもそうなんですけど、やっぱり日本にいるときよりはいろいろなかなか不便でですね、 はい、仕事がなかなか見つからなかったりだったりとか、はい、あとなんか自分って何ができるんだろうっていうようなこう、本当に自分探しの旅に出たこともあるんですね。で、そういったこう、はい、何をして、<laughs> 何をしたらいいんだろうっていうような女性の方、本当に何ができるか分かりませんとか、うん なんかそういったところからでも全然できますよっていうところを示していけたらいいなと思っていましてで実際にですねあのゼロからスタートされて本当にあのご自分のしたいことワクワクすること楽しいことやりたいことで価値を届けることみたいな皆さん見つけられてでそこから収入に変えていかれたりとか、まあ、社会貢献に変えていったりとかっていう方がたくさんいらっしゃいますので そういった方を見に来ていただいたりとかまあ、仲間になっていただいたりとかっていうところで、あの自己自分の人生も変えていけると思いますので、まそこがあのどんどんとね。活動をね。あの広げていきたいなと思っているところです。うん、ありがとうございます。はい、すごいですね。はい、ではですね。そんなまあ、目標や計画を持って活動をされていらっしゃるんですが。 そもそも、その夢やビジョンを持ったきっかけというのは何だったんでしょうかそこには、どのような発見や出会いがありましたかはい、ありがとうございます。えー、っとですね、もともとですね、私は日本では、普通に、まあ、普通にというか会社勤めでですね、雇われで働いてたんですね。で、うん、そこでまあ子供も生まれて、で 子育てをしてっていうような忙しい毎日を過ごしてたんですけれども、はいど、すごく仕事が楽しくて、あの、どうしても辞めたくない、まだまだ続けたいっていう気持ちもすごく強かったんですが、子供が一人目が生まれて、なかなか夜寝てくれない子供だったんですね。はい、で実はですね、3歳まで寝なかったんです。3年間。で、あのー、 仕事もすごく忙しかったので、仕事に復帰をしまして、そこから保育園に走る毎日のっていうのを3年間しまして、夜も全くね、ほぼ寝れていない。毎1時間、2時間おきに起きるみたいなのを3年間やりまして、最終的に倒れたんですね。で、ドクターストップがかかってしまって、仕事を辞めることになってしまったんですね。はい、まあ。そういったことが、<laughs> そういったことが日本であったんですが、その後、家族でですね、はい、フランスに引っ越すんですけれども、そこで見た光景に私はめちゃくちゃびっくりしたんです。フランスの女性は、まず、フランス人のパパが、男性が送り迎えを全部やっている。ほぼやってる人の方が多い。はい、で、あの、朝、学校に連れて行くと、私しか女子がいない。全員パパ、みたいな状態で、で、女性も、もう本当に専業主婦の方がいなくて、みんな働いてる。 で、あの、子供が病気になったりしたら、子供が病気になった時用の有給空間が別にあったりとか、もう本当に、えーっていうのはう、この社会全体が、こう、女性が働くというのを助けてるっていうことに気がついたんですね。で、私は日本ですごく頑張っていて、こう自分が、だけが頑張ればなんとかなるんじゃないかと思ってやってたんですけれども、はいまあ、体がもう限界が来てしまって、やめざるを得ず、 で、すごく悔しい思いをしてっていうようなことがあった中で、フランスで見た光景にすごくびっくりしてしまったんですねで。で、そういったことって、え、なんか日本の、私が本当に実際知らなかったことだったので、知らない人っていっぱいいるんじゃないかなって思っていたりとか、うん、で、すごく素晴らしいな。なんでこう、こんなふにみ全体になればいいのになっていうのが一つと、うん、あとは、 外国人としてフランスに引っ越したので、フランス語は話せたんですけれども、全然仕事が見つからなかったんですね。ああで、まあ、会社に応募するんですけれども、もう面接に全然呼んでもらえない。なかなか仕事に呼んでもらえないっていうところで、仕事が全然雇ってもらえないと。ああで、そこからですね、あの、自分の できることで何かしようと思って起業したっていうのが第1回目の起業の始まりなんですけれども、はい、まあそこがきっかけという形になるんですね。うん、で、その時に一旦起業しまして、で、その後今度はオーストラリアに引っ越すんですけれども、オーストラリアに引っ越すとですね、今度来た瞬間にコロナになっちゃったんですね。はい。で、今度コロナになってしまうと、あの、 仕事、仕事とかも、あの、家から出られないぐらい、すごく厳しいロックダウンだったので、仕事に行くとか行かないとかっていうレベルじゃなくて、みんな、みんなもう絶対家に居ましょうっていうような状態が結構長く、長らく続きまして、はい。で、オーストラリアは2年半ほど他国をしていたので、はい。観光業、えっと、ゴールドコーストに住んでいるので、あの、観光業が主なところなんですが、はいうん 人が2年半来れないので、観光業もない、仕事がないみたいな、はい、全体的に私だけじゃなくてもう、国全体として仕事がないみたいな状態になってしまうんですね。そこでまた2回目の企業ということで、まあ、きっかけが2回訪れたというような感じになりますね。なるほど、ありがとうございます。ちなみになんですね、もう少しちょっと、はい、あの詳細を教えていただきたいんですが、はい、1回目の,そのフランスでの企業。 もう仕事を探しに行っても仕事があの読んでもらえないって言ったときには、はい、企業は何をお仕事とされたんですかあ,、はい、ありがとうございます。この時はですね、まだね、もすごも結構、ま、昔なので、はい <laughs> あの、オンラインがなまだ全然そこまで、今みたいにズームとかもなかった時代だったんですね。はいえー えっと、とりあえず自分できることなんだろうっていろいろ深掘りして考えたところ、もともと通訳、翻訳をしていたので、はいえっと、通訳で、フランス語と日本語の通訳、まあ、英語も三言語の通訳で企業登録を出したんですけれども、うんえっと、実際、日本人が5人とかしかいない町だったんですね。田舎の方だったので、うん、なので、当たり前のことなんですけども、需要と供給というものがありまして、うん 日本語に訳してほしい人がいないという状態に、ええ、<laughs> なってしまったんですね。うん、ですので、あれと、登録はしたんだけれども、うんうん、仕事なんでないんだろうみたいな状態になってしまった。うんうん、っていうことですね。はい、で、今、私はね、企業カレッジの方を運営させていただいていて、よくその話も、あの、するんですけれども、起業しますって言ったら誰でもできるわけなんですけれども、はい、仕事があるかどうかって言ったらまた別の話ですよねっていう話を私は身をもって体験したっていうような感じですね。はい <laughs> はい、いやー、すごい過酷な環境の中でさらに発揮して起業するけどあのその地域がね、あの需要というかニーズがないという。ない。でもまあ、それもまたあの糧にしてオーストラリアに今度は引っ越されてそしてまたそこで、はい、あのコロナにかかってロック,ロックダウンっていうね、2年前なんですよ。 本当にそうでしたね、まあ、そこで逆にですねそのオンライン自体が発達した、まあ、逆にとかをかげというか、はい、というとおかしいんですけれども、はい、なのであの、まあ、海外に住んでる方あるあるで日本で開催されてるセミナーだったりとかって大体リアルだったのでなかなか参加できなかったんですね。はい、でフランスに住んででた時はまだそのコロナ前なので なんかあすごく面白そうなセミナーあるなとかいろんな勉強会があるなとかってなかなかアクセスはできなかったんですが、はい、それがですこのコロナをきっかけにオーストラリアにいても日本の方と同じように Zoom で入れていろんなこうお勉強させていただける情報をもらえるみたいなところがあのできるようになりましたのでそこからのすごいチャンスは広がったなというふうには思ってますね。うんそううなんですすねありがとうございます そしてもう少し補足いただきたいんですが、その2回目の起業というのは、今のお仕事ということで、よろしいですかそうですね、あの、先ほどね、あの、一番初めにご挨拶させていただいたとき、起業カレッジというふうにさせていただいたんですけど、うん、実はいろいろやっておりまして、しえっと、もともと初めはですねあの、留学エージェントとして、 ゴールドコーストで起業しまして。うん、はい。で、えっ、ー、と、他にもですね、この今やっているオンライン、えー、企業カレッジ以外にもですね、プロモーションサポートっていうことをさせていただいてたりとか、でこれもとても面白いんですけれども、えっ、ー、と、前回させていただいたのは、えっ、ー、と、日本に在住の、えー、アーティストの方で、えっ、ー、と、個展が、えっ、ー、と、原宿ラフォーレの方であったんですけれども、そのプロモーション全部私の方でさせていただいたんですけれども、 実際私日本にいないわけなんですよね。はい。なんですが、究極私がやっていたっていうような感じで、うん、これができてしまうのがオンラインなので、すごく面白いなと思いますね。でも大盛況で、あの、絵の方もご,ご,ご好評で、売れ行きもよくっていうような形で、まあ、あの、大成功に終わったんですけれども、まあそういった形で、どこ、全世界の本当にどこにいても仕事ってできるなっていうのは、うん、もうそのことで本当に、あの、証明できたなっていうふうに思っております。 ありがとうございます。すごいですね、やっぱり力強いですね、海外をこう渡り歩いて。日本の中でもね、<laughs> 本当はもっと働きたいって思ってたけど、ドクターストップがかかるまでやりきって、えー、そしてもう日本の限界というものをね、超えて外に出られて、でまた逆境にいろいろあるけれども、それもまた乗り越えてっていうね、ありがとうございますありがとうございます。<laughs> <laughs> 素晴らしいと思います。いや、本当にねあの、女性に希望を、ナタリさんの存在がすごい希望を与えるなというふうに、ここまで,でありがとうございます。<laughs> はい、嬉しいです <laughs> いや。いや、本当にそうだと思います。では、その最後になんですが、そのです、ね、夢をあの得たきっかけや発見の出会いのです、ね、背景には何があったんでしょうか <laughs> 背景というのはやっぱりそのずっとですね日本にいるといたもしかして日本にずっといたらもしかしてずっと働いてたかもしれませんので、うん、逆に言うと海外に出たから。 しょうがなくじゃないですけれども、セニファルは変えられず頑張ってこういろんなことをやってみたとか、はい、新しいことを挑戦してみたってことはやっぱり大きいかなと思っているので、うん、まあ海外に出て、すごい視野が広がったりとか、すごい困難があったりとかっていうのが、今となっては、その背景が私の,この今を作っていただけているのかなというふうには思います。なんか、ここまでお話を聞いていると、なんか、うん 逆境を逆境とせず、なんかあのそこで <laughs> とどまって、わからないですよ、世の中にはですよいろんな方がいらっしゃるから、何かすごい津波が来たら、もうダメだめだってなって、もううん、例えばもう専業主婦に転じてしまおうとかって、もう働くのは子どもたちがもう大きくなってからにしようって、そこでもう歩みを止めたり、なんか変更したりされる方もいらっしゃるとは思うんですが。なんか 逆境が来れば来るほど、なんかそれを糧にあの、それをなんか飲み込んじゃうというか、そう、なんかそんなエネルギーを、ななみさんからはあの感じるんですけれども、<laughs> あ,<の>ありがとうございます。<laughs> そうそう、まあ、それが本当に先ほども視野が広がった、逆に日本の外に出て、うん、フランスを知って視野が広がって、じゃあ何できるかを考えてやることをやった、で、またじゃあコロナになった、で逆境が来た。 だけども、冷静に、じゃあ,あの、今までじゃない、ここからは何するかを、なんか冷静に考えて、またやってみたっていう、なんかそれをされてるなと思って、はい。はいなんかそのパワーって、ちお小さい頃からなんですかいやし、まあ、ピンチはチャンスっていう言葉があるんですけれども。<laughs> ありますね。あのー なんか意味はあるんだろうなっていうふうに毎回思いますね。例えば、うん、コロナが来て、うわー、仕事全然、なんか仕事がないとかではなく、会社が動いてないみたいな状態だったりとかっていうところがピンチでも、今度はなんかオンラインでこんなに本当、アクセスできるじゃないみたいなチャンスがあったりとか、なんかいつも表裏一体なので、そういったところに目を向けるっていうのは、大切かなと思いますね。いやー、ありがとうございます。 はい、あのこんなですね。本当にパワフルなナタリーさんのエネルギーに触れてます。ますですね。世の中の女性があの魅力にあふれて、そして世界中の女性のですね。本当に立場が上がる。そんな世界をですね。私も一緒に作っていきたいと思いました。今日はありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ではあの最後になんですが、このナタリーさんのですね。夢を聞いてご視聴いただいている皆さんに一言メッセージをお願いできました。 はい、ありがとうございますあのこちらへの、ね、今、私のこのお話聞いていただいて、えーまあ、お分かりかと思うんですけれども、なんかこう、諦めなくていいと思います。どんな状況だったとしても、海外だったとしても、田舎だったとしても、子どもさんがすごい小さかったとしても、なんかできることあると思います。で そういったときに私すごく好きな言葉があってなんか足元の石小石でも拾って投げろって言ってるんですけどなんかできることちょっとだけでもやってみたらどうかなっていつも思ってるんですね。もしかしてそれが全然何にもならないかもしれないんだけどなんか1個だけちょっと行動してみるっていうのを実はそれをちょっとずつちょっとずつやり続けるとなんかすごく大きなことになったり誰か助けてくれる人が出てきたりそういったことが私も人生の中で何回もありましたので。 足を止めずに、なんかちょっとだけやってみたらどうかなっていうふうに、いろんな、あの、私ね、あの、相談来られた方には、あの、よく言ったりしているので、もしこれ見ていただいて、あ、なんか私どうしたらいいんだろうって思っている方がいらっしゃったら、なんか本当にちょっとしたヒントだけでもいいので、なんかこういうことを見ていただいたりとか、私が今やってるような、このサミットを見ていただいてたりとか、違う世界、 ちょっと見て、なんかちょっとじゃあ思いついてやってみよう。みたいなことをしてもらえたらいいかなと思っております。はい。はい、ありがとうございます。もう,う多くの女性が勇気づけられると思います。はい、ますますのご活躍をお祈りしています。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。